はようございます。愛吉でございます。先ほどですね、豊橋道の駅で、キャンプの紹介をいたしました。今日は朝霧高原餅屋さんで、キャンプツーリングに出かけております。今現在7時15分となりました。今前を走ってるのは日産です。以前そばの城でしたっけ、一緒に行ったのが途中で引き返しましたけど、大雪になりまして、今日は一緒に、キャンプに出かけております。初キャンプなんですよ。だから何を持っていけばいいのか、事前に調べておりましたけれども、しかし本当にこれ必要なのか、必要だと思っていたものが本当はいらないんじゃないのかと、いろんなものが持ってるものをほとんど全て持ってきましたけれども、いらないもの、必要なものいっぱい出てくるでしょう。結局一人でのソロキャンプではですね、心配だもんですから、とりあえずというか、キャンプ経験者のミツさんと一緒に行くことに しました。もうそろそろ静岡県入ります。入ったのかな。潮見坂ですね。私はここのガードの下を通って抜けて海が見えるというのが好きなんですね。景色がガード下を通ると、ガード下はトンネルみたいなもんなんですけども、トンネルを出ると海だった、そういう景色ですね。遠州灘です。そういえばですね、朝霧高原餅屋さんはですね、富士山が一番綺麗に見えるところなんですよ。皆さんご存知でしたか。駐車場から見る富士山というのは素晴らしいですね。餅屋さんというのはね、屋号通り餅屋なんです。毎朝餅をついておられるんですよ。でこの餅がうまくてね、若い頃からここの餅は年に 1,2 回食べておりました。今日富士山見えますでしょうか。浜名大橋をぐーっと登ると、天気のいい時は富士山が見えるんです。今日はちょっと向こうのはちょっと霞んでるっていうか、ちょっと雲がありますので富士山見えないです。いいですね、このシャドウ。ゆっくり走るのは抜群です。ゆっくり前の道を走る、前というかまっすぐ走るのも抜群です。とは言っても原付でも一緒です。今までどうなんでしょうね、 GL なんかまっすぐ走るの抜群ですけども、 GL でも楽ちんですよね。 GL はゆっくりまっすぐ走る。SS なんかはどうなんでしょう、スピードを出して走るのが得意ですから、どんなバイクでも抜群なんですけど、スピードを出すとダメですよ。ある程度はスピード出るだろうと思います。
ありますね。 GL ではこういったことないですね。やっぱり GL に比べて車重が少ないからですかね。今日は記念すべきバイクキャンプツーリング、いろんな道具を集めながら、テントはですね、もう 2,3 年前に買ったんです。で、先週初めて開けました。簡単でした、テントは。1人から2人用のテントなんですけれども、狭いですね、やっぱり。これ本当に1人から2人、1人でも狭いよっていう、そういう感じです。自分が寝たら荷物入らないんじゃない、まあ、多少は入るようです。このキャンプバッグは入らないですね、大きすぎて。全室がないもんですから、どうしようかなと思ってます。はい、浜名大橋です。1435m、 浜名湖の上にかかっております。まあすぐ右側は海ですけどね。雲ありませんね。眺めいいですね。右は太平洋、遠州灘、左は浜名湖、富士山。いいですね、もう絶景絶景絶景です。とりあえず、道の駅掛川で休憩をいたします。まだまだあるかと思うんですけれども、道の駅掛川を出発しました。50分ぐらいいましたっけ、40分ぐらいですね、45分ぐらいですね。まあ、現在25分、9時25分でございます。今正面にですね、富士山が見えております。いいですね、雪のない富士山。雪がないもんですから、雲があっていいですね。ちょうど富士宮まで行って、そこに三軒神社があるんですけども、そこに、なんて言うんですかね、脇玉池っていうのがありまして、まあ、そこで飲料水が汲めるということですので、今スマホで検索しましたらありましたので、まあ、そこで水を汲もうと思っております。今ですね、カインズから出てきたんです。どうしてカインズに行ったかというと、先ほどこの道路に入って、富士宮道路っていうんですか、今カインズ富士宮って言うんですけれども、走ってましたらですね、右手の薬指、右手の薬指に蜂が止まっておりまして、蜂が刺したんですね。もう猛烈に痛かったです。で、蜂振り落としまして、今ちょっと薬局行かなきゃいけないなと思いまして、薬局って言ってもありませんよね、まあ、確かカインズがあったもんですから、カインズに薬
こう思い出して、ちょっとカインズに寄ってみて、ちょっとカインズの方に相談をしました。このステロイドが入ってるこの薬がいいですよと。口から吸わないでくださいねって言って吸いましたよ。毒が回る時かっかなと思って。だけど口から吸うとその歯茎だとかそういったところが毒が入る、だから吸わないでください。まあ絞り出しましたけどね、ちっと穴がぽっぽり開いてるんですよ。大変でした。もう痛くて大変でしたね。刺された直後まあもう全然痛くないです。収まりました。もうこれ多分薬がすごく効いたわけではないと思うんですけども、もうだんだんちょっとジンジンするのも収まってきておりましたので、2回刺されるといけないんですよね、蜂に。私初めてなんです、蜂に刺されたの。どうした橋がこんなところに止まってたんだ。止まるのはいいですけども刺すなよとまあこういうふうに思いますね。あ、今日最高ですね、この天気。もう富士山は見えるわ、天気はいいわ。暑いですけど朝晩は冷え込むんですよね。朝日が私ね、大きなムカデに噛まれたことあるんですよ。ムカデの痛さと同じぐらい痛いですね、蜂っていうのは。まあ、ムカデに噛まれた時はもうあの左足だったんですけど、パンパンにも腫れましたね。皮膚科に行ったら立派なムカデに噛まれましたね、まあそういうふうに言われました、ね、最高ですね、この道。緑豊かで